平等寺は、京都市下京区にある新言宗地山派の寺院。三号は、福寿山。本尊は、薬師如来。稲葉堂、稲葉薬師の名で親しまれている。観音堂は、落葉三十三書観音霊場の第二十七番、札所である。京都十三仏津霊場第七番札所でもある。稲葉堂縁起、稲葉堂縁起絵巻などに、創建の由来が書かれている。縁起は書本によって内容に、 若干の違いがあるが、概ね次のような話である。大納言立花孝子の孫である少々、立花幸平は、長徳三年、稲葉国次としての任を終えて刑に帰ろうと、していたところ、重い病にかかった。ある夜、幸平の夢に尊い像が現れ、稲葉国のガロツの裏に尊い浮き木がある。それは、二つの国から主張を救うために流れ着いたものである。 それを引き上げてみよという、雪平がガロツの漁師に命じて波間に光るものを引き上げてみると、それは、闘神の薬師如来の像であった。この薬師像を祀ったところ、雪平の病はいえ、刑に帰ることができた。この薬師像は、天竺の祇園少女の四十九院の一つ、東北両病院の本尊であった。雪平は、薬師像をいずれ刑に迎えると約束して、 稲葉を後にしたが、その後稲葉を訪れる機会がないうちに長い歳月が過ぎた。その後、長宝5年4月7日のこと、雪平の屋敷の戸を叩くものがある。戸を開けてみると、それは稲葉からはるばる虚空を飛んでやってきた薬師像であった。雪平は高辻からすまの屋敷に薬師像を祀った。これが稲葉薬師平等寺の起源であるという、なお、 薬師如来像が引き上げられた年を、天徳三年年、雪平は、直命で、稲葉国一宮酒井梅神社に参拝し、京に帰ろうとした際に病気になったとする縁起もある。一説に、薬師仏は、稲葉国にあった、在地豪族、稲葉氏の宇治寺の薬師寺に安置されていたといい、雪平が京都へ持ち去ったとされる。南都における、寺院勢力の強制ぶりを嫌い、平安京内には、 漢字である当時、西寺以外に寺院を混流することは禁止されていた。ただし、貴族の寺物道は、混流が認められていた。本寺もこれに相当する。また六角堂や川道のような、町堂の混流も認められていた。稲葉堂も、これらと並んで、町州の信仰を集めた町堂の代表格である。平等寺の寺号は、上安安年に、高倉天皇によって可視されたものである。 年間約1000件の祈祷の多くを、癌の併誘を祈る者が占めるなど、近年は、癌封じの寺として患者などから、熱心な信仰を集めている。稲葉堂、鬼瓦、仏師、六地蔵、金津など、複数の狂言で舞台として登場する。落葉十三所観音霊場二十六、西雲寺二十七、平等寺二十八、三不寺中院、京都三、3福霊場六千入寺七。 平等寺八大法恩寺、京都十二薬師令状一平等寺に当時、ありがとうございます。